Wildanders。 はい、今日もワールダンダース占いをやっていきましょう。クエストの第二の資格、信徒との共同第二の資格。これはずっと10回、同盟戦が10回続くと考えてよいだろうか。ユマ、物のユマなのか。いや、きっとこれも幻影に違いない。ハイジ、そんなに警戒しないで。たとえ幻だとしても私はあなたの味方だから。おう、心強い。俺と共に戦うというのか、幻影が仲間になることもあるとは。では、次の資格はどこにいるんだ？そう焦らずともよかろう。次に貴様の相手を務めるのはこいつだ。オランジ、大したことねえな。はは、第二の資格はこの俺だ。てめえらが同盟を結ぼうと、てめえの実力なら関係ねえんだよ。違う、俺の実力なら関係ねえんだよ。まとめてぶっ潰してやるから覚悟しな。いいだろう。その慢心を俺と言うまで打ち砕いてやる。あれオランジには友達がいないということが分かりました。2対1か。余裕じゃねえの、これ。2対1じゃ負けないよ。はい。で、オランジのハンデが5。1人で5よりもね、2人の方がね、2回周回ボーナス入るから強いと思うんだよ。で、ハンデ5はというと、周回ボーナス 125%、通行料 125%、フロギストン、アクアリング、スクワリン、ブリッツレーブンの4体配置と。しかも、ユマが踏むっていうこともないだろうから。で、全部の、全部の妨害がオランジに行くと。ワイルドセンス、ワイルドセンス、ワーベランス。どうでもいいな。まずはポイズンマインドでもしてやるか。いやー、バリアも張ってねえし、もうあっさりだな。はいはいはい、カオスパニック嫌だが、まあ、ゼラチンはなければ余裕でしょう。さてと、ユーマーは、今確か水地だったような気がするから、水地を取ってあげよう。水地を取る。地か。で、ユーマーは今はウィザードマン持ちか。こっちから行ってあげようかな。うん。まずはシェイプシフターで。まあ、オランジの防具を削っておけば特に問題ない余裕がちでしょう。お、これでリザードマンね。これで水防具。僕らは水2連鎖と。はい、美味しい展開です。はい。しかも安心か。お前の方が満身だろ。ワイルドセンス使わない。なぜか水に来る。お前水、なんで色が合ってないとこ置きに来るんだ。しかもクリーチャーを。ワーフィア、強いか。まあ別に、俺が来たところで。まずやっつけてやるか、この野郎。シャッター、関係ねえな。ドリームテレイも関係なし。まあ、多少座れるのは仕方なし。あいつ、フロギストン倒しちゃうか？めんどくさいからもう。いや、お金座れちゃってる。これいきなりレベル上げてもいいぞ。クイックサンドかけてやるぜ。まあ、倒せないでしょう、奴は。フロギストン倒しに行くか。なかなか強いじゃないですか。ああ、そこを強化されると困るからな。もういきなり倒そう。もうこんなもん。フラッグでいいか。フラッグだったら20出ればいい。フラッグ出たら20出れば勝てる。こっちだったら30出れば勝てる。こっちも20でいいのか。フラッグでいいでしょう。20ぐらいは出るでしょう。さすがに。よし。よし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 。さて、オランジの手札は、トゥームデボラシェイプシフター付け。で、防具はさっき僕は割った。よし。順調と言えるだろう、これは。芸人に変身できるな。色が合ってないあのワーベアは無視していいな。よし。これで水が、4、3連鎖。よし。はい。ジェルメント関係なし。まあ、やるとしたら、そこだよな。1。どうする？移動か、レベル上げか。
そっち上げてもまああんま怖くないんだよね。もうこの時点で勝ってるから、多分、このまま余裕勝ちだろう。先秘術にしよう。なんか、マジボとか出ると嫌だからな。はい、1、2、3、4、5、6、7と。で、もう周回して、どっかまあ適当なとこ上げれば勝ちでしょう的な。オッケー。よしよし。地を取ってあげないとガーゴイルが置けない感じか。あ、危ない。これカオスパニック使われたらすげえ嫌なやつって思ったんだけど。で、ほら、上に行ったね。あ、上に行くっていうルートもあるんだね。下だけ回ってりゃいいかなと思ったんだけど。シャッターはしなくても良い。カオスパニックは嫌だけど、フライだな、ここは。さあ、フライが良ければ。さて、こいつが倒せるか。50、50、腹痛。20出れば倒せる。倒せば、かなり有利。倒す。ここは気合だ。20出れば倒せるんだから、倒せるでしょう。ほら、よし。あ、20じゃなかった。しまった、ドリルランスは、しかもワーバや回復じゃない？やばい。ドリルランス20だった。3、プラス30だと思ってた。甘く見ていた。ちょっと甘く見ちゃいけないね。よし、レベル上げろ。マックス上げろ。マックス上げろ。上げない。上げずにマジカルリープ捨てるとは。ちょっと、ナメプやめてくださいよ。これ周回ボーナスがいくつ入るかっていうのはちょっと怖いんだよね。わ、結構入るね。で、ブラックナイト。じゃあ、どっかレベル上げられちゃうとちょっと困るパターン。シャッター、するほどでもないな。カオスパニックはめんどくさいんだよね。レベル上げてもいいんじゃねえの、これ。倒しに行くか。地の土地も一個欲しいんだよな。ナイスマジカルリープ。ここに金を貢ぎすぎだな。置いてもいいぞ。よしよしよし。さあ何を使うか。マジカルリープ嫌いなのかよ、ユーマン。じゃあ、なぜ入れんだよ。みたいな。さて、オランジがどこをレベル上げてくるか。ちょっと油断できない。ああ、これ嫌だな。このカオスパニック嫌だね。でも、しかもお金減らずにカオスパニックしようって。え？どこ上げるんだ？おー、あれ？ちょっと越されたな。余裕かと思ってたらそうでもない。これなんかリンカネーションでもいいか。ウィンテレインで消すっていうのもいいな。後ろ回って損することあんまりないんだよね。リンカにしよう。でっかいレアスが出れば。で、倒すと。出ない。倒すダイス出ろよ。お前。ダイスじゃない。クリーチャーが出ろよ。くそ。まあ、舐めてると負けるぞ、これ。お、いいぞ、いいぞ。あ、リンカネーション。防具がいっぱいあったけど、まあ悪くはないとは言えるが。どうか、あー、強いやつになった。まあ悪くないじゃん。今、手札は？ちょっとアイテムがなくなったのが、なんだけど。まあまあまあ悪くはない。ボーカロード結構強いんじゃないの？こいつ。前もお金払ってるぞ。ボーカロード。まあ、そこは弱いからどうでもいいだろう。さてと、シェイプシフト。これ、ドロー、みたいな。あ、ゲーミンは出ないのか。こっちを使う。お金吸われちゃうな、これ。で、そっち行きたいところで置きたいんで置いとこう。たくさん置いた方が多分周回ボーナスでお得でしょう。今、だいぶ遠回りになってるな、これ。今、かなり遠回りしてるな。あ、でもいいとこ置けたんじゃない？地、ああ、ガオゴ置けた。よし。僕は今、地を取ったからガオゴ置けた。そこ、あげよう。そこ上げて勝とう。まあ、大して強い奴はいないが、ちょっとゴールドブースがちょっといやらしいな。一
人で1万2000貯めるっていうのはでもちょっと大変でしょ。どうすんの、いや倒しに行きたいな。なんか無視して普通に落ち取ってレベル上げでいいよね。さあオランジ、嫌なのは、あーこれだな、武器がなければ。ダブルと、あ、でも通ればいいか。後々倒すことを考えると、ここに置くのもありなんだよな。置こう。ここでも、奴の土地が4つ並んでるから、負ける可能性は多々あるのか。オープンで行くか、次は。お、ナイス、ユマ。おかげでずっと遠回りしてる。おい、捨てんなよ。捨てんなよ。それ置くのはいいんだが、僕のバランダース芸人を捨てるんじゃないぞ。さあどう来るか。置いてくるか。おー、バールを置いてくるのか。これ今がジールを上げたりするとちょっと困るな。しかも奴はグース持ち。おいおいおい。あ、払わずに済んだ。通面ではいい。さてと、芸人を回収しようかな。どっか置いてリンカネーションかな。プレイグなんかいらないような気がするんだよね。あるくよ。テンプテーション使い、お、うまい、そんな技があったのか。で、あいつの HP が下がると。ルームデボラーにテンプテーション。まさかの。天才じゃないか。でもまた上がった。意味ねえ。やつグース持ってるのかな、のかな。意外と土地を確保してるぞ。ちょっと潰しに行かないと。やばっすか。オープディン。水移動。クイックサンでいいよ。S を通ると、周回。じゃ通った方がいいな。ビッグサンドが来ちゃったね。プリーグはいらんか。プリーグあっても、打ってもいいか。今が落としてくれるかもしれない。落とせ。よし。これ落ちるんじゃないの？あ、グース。うまいな。ちょっとオランジに金上げすぎ。でもレベル上がったところをガツンと叩けば問題ないんじゃないかなと思うんだが。横移動される可能性もあるな。うわ、また顔パ。違う。マグマシフト。おー、逆に落ちるんじゃないのそれ。連鎖が増えるのか。意外と。ちょっと倒しにくいとこ上げに来やがって。まあでもそっち歩かなければ問題ない。技術。芸人どっか行っちゃった。ダンダース芸人はどっか行っちゃった。いや、ガンガン置いていこう。ガンガン置いて、技術、クイーン、クインテッセンスじゃねえ。あ、そこですか？中途半端なとこに、5連鎖になったから。ここでガーゴイル上げてくれればいいんだが、すんげえ遠回りしてるな、お前。芸人を置け、芸人を。さあ、どっち歩く？これが嫌なんだよな。ヌビロスのせいで、周回が。意外とこれ、同じ負けるかもしれないぞ。クイックサンドで勝つしかない。チャリオットが出た時のために、早めにヒルス。芸人。さて、左を回るのは独作じゃないな、これは。ちょっとまずいね、こっち。踏んだ時のリスクがでかすぎる。横移動して倒しに行くか。1,2,3,4,5,6,7 余ってるからな。そうだね。デボラ倒して、その隣を倒そう。もう何も持ってないよね、オランジ。トンファしか持ってない。まあ余裕でしょう。どうですか？
ギリギリでした。余裕じゃない。次がスペクタロボを使って倒すと。一個一個落としていけば、まあまあ、余裕、ガンガン、じゃないですか。さあ、どっかレベル上げますか？また交換ですか？はい、あー、グリモルキンはいいね。僕のカード捨てないでほしいな、でも。いやー、いいとこ止まるなー。あ、ネビロス。火がないとネビロス出せない。こりゃいいな。しばらく手札はゴミだろう。チャリオットも出ないか。オランジ、トンファ、ネビロス、カオスパニック。プレイグッズ手もあるが、とりあえずドローだな。あー、クリーチャー来ない。これはリンカネーションした方がいいな。さてと、やっつけたいところがあまりないというね。特にないんだね、これがね。プレイグいらんか。金で回すことを考えると。さっき、地変。ああ、いいね、いいとこした。これで ?5 連鎖。割とオランジといい勝負してるのが嫌だな、これ。一回踏みが入ると負ける可能性が高い。ああ、そこいいね。そこいいね。そこにクイックサンド打ってあげよう。スタイタン。さあ、どうする。ああ、結構いい周回してる。あ。で、またそこ上げる。いやあ、あそことあそこは倒していかんといけんな。早く周回したい。いやー、出ないね。オランジは、コンファカオスパニックか。いやー、アイテムはいいんだけど、出なさすぎなんでね。いいかねかなー。ちょっとクリーチャーを引きに行きたい。いやー、もったいない。全部武器を捨てるっていうのが。クリーチャーは引きに行けたし、チェンソーもあるから、おそらくここ落とせるでしょ。ここ何連鎖？4連鎖。問題は、HP30 以下を無効化してしまうという。他に倒したいところ。いつも倒したいんだよな。ちょっと、あなたには張り切ってもらいますよ、という感じ。連鎖が多少減るのは別にいいと。これだけ武器あるから、オープンいらないんじゃない？さあ、あなたは武器を持ってるから、多分、あれを倒せるはず。いいね。あ、そっち？そっちいいねって、レベル上げしろよ。レベル上げしないとそこ、逆に捉えちゃう可能性あるよ。あ、まあいいか、落としてくれたんなら。オランチのマグマシフトがバカだったという。ネビロス出せるんか？出せないんじゃなかった？ああ、モスタイタンが出せる。これだとネビロスが出てくるからめんどくさいんだよな。報酬。芸人。守るよ、守るよ、これは。ああ、無理か？お、マットマン？どうですか？どうですか？ 95。ああ、惜しい！さすがにトンファ無理か。トンファシャッターしときゃよかったか。これで、奴がネビロス出せるようになるっていうのが、困るんだよな。くっそ。ない。くっそ、一でも落としに行きたい。チェンソーでどこでも落ちるだろう、これ。その前にここ。クイーン王があるよね。レッド王がはない。40、70。無理か。無駄に攻めない方がいいか。だったら、こっちだな。ここだな。こいつは強打、シティ30以下。倒せんじゃねえの？よし、倒すだろう。これは倒してくれる。どっち行くかっていうと、僕はダブルに行きたい。こっちでいいんだが、倒してください。
ブラックソードで。うわぁ、ブラックソード使わずに素で倒した。ユーマ強い。よし、下げた。さてと、あと高い土地はその2個と、ワンチが、いいライス出して、あの交差点を奪わなければ大丈夫。いいね、そこを上げるの嬉しいよ。まあ、防具引いたら、ああ、セーブシュートは捨てちゃうわけだ。ニビロスが嫌なんだよな。置いてくるか。これは倒しに行きたいな。力。オランジ、許すまじ。防具を削っておこう。チャリオット来た。よし。1位。まあ、とりあえず置いとくか。チャリオットでネビロスを倒そう。いやそう、ユマのフライに期待しますよ。別になんかもう、倒さなくても、ああ、いい、いいね。倒さなくても普通にレベル上げてれば良さそうな感じがしますが。あ、セイントって無属性 100% 即死じゃなかったっけ？そこどうしても倒したいんだがなぁ。MHP30 以下無効化っていうのを持たれてると本当に困る。即死無属性 100%。よし。あ、僕のクリーチャーはいけないんだ。僕のクリーチャーじゃないといけないんだ。くそ、くそ。あー、倒したい。さあ、オランジは？カオスパニックとディスエレメントだけ。じゃあ、ホープか。チャリオット。50、出ないなぁ。ネビロス嫌なんだけどなぁ。なんとかして。倒したい。あ、これだ、ポイズンマインドだ。とりあえずやることないときはポイズンマインド。アイテム。さっきトンファにやられたからなぁ。トンちょっと叩いとくか。シャッター、こう。チェンソーいけんじゃないのこれ。2連鎖。援護全。援護全。マンチはアーモンとネビロスだから、ネビロスは40か。80、30、110。チェンソープラス40。ダメじゃん。ダメじゃないですか。諦める。これと言ってあげる場所が。まあ、僕は自分の土地をあげたい。ミラーが、まあ、いらんか。帰ってこっちが死ぬな。よし。さて、椅子は奴に撃っちゃうんでしょうか。あ、まあ仕方ないな。それは仕方ないな。そっち歩いた時のことを考えると。さあ、S に行けば、はい、これでどっかレベル上げして。そこはちょっと怖いでしょう。今、トンファ削ったからいいようなもの。こいつ5とか出しそうなんだよな。あ、これディスエレメントからの横移動で死ぬんじゃないの？危な。ジーヒルが死ぬかと思った。出しそうな気がしたよ、こいつ。こいつなぁ。ですよね。30か強だ。お、デコイが横移動すれば。そう、どっか倒していこう。どっか倒していこう。ちょっとこれは許すまじだな。許すまじだな。いや、デコイ横移動の方がいいな。こいつも倒せないしな。くそ、くそ、くそ、くそ。あー、チャリオットするとこがね。ホープだ、ホープ。で、こう横移動2回しよう。強打するから多分倒せると思うんだよね。よし、もう1回移動すれば倒せるでしょう。チャリオット1個いらない。クリーチャーも引いてこないから、プロフェシー、よ、シャッターがいらん。それで倒すんだ。倒せ。ああ、いかんか。いや、その、ナイス。ナイス。倒せるの？プラックで倒せる。違う。うまいね。うまい。
明け渡したと思ったらそこを取るという天才的な技を見たぞ。で、またこれオランジが1を出すとかいうパターンじゃない？で、1出したら笑えるな。俺は100年先まで恨むぜ。まあ、ここ来たら1出されなければ大丈夫。上げても、まあ、どこ上げても、ま、怖くないだろう。そこはね、チェーンソーで倒しに行くよ。何連鎖だ。あー、でも2連鎖か。そこ行かずしていつ行くって感じだよな。2連鎖、4、プラス40。いいわ。40が出れば倒せる。チェーンソーで落とし行くぜ。落とし行くと落とされるのか。とも限らないな。いやーでもこれは落とさないと。さあ、お？いいんじゃないのこれは。さらに横移動来るが、それを多分耐え切ってくれる。芸人はきっと耐え切ってくれる。ここに置くべきか。さあ、なんかやるべきもの。あえてこれ横移動だな。殴られたところをもう一回殴りに行くっていう作戦で行こう。よし。そっちの方が取りやすそうな気がする。相手。落としやすい気がする。さあ、どこでもいいからレベル上げろ。ガツンと。いいぞ。いいコンビだ。よし。やつはあそこを取るだろうが。やばい。さあ何が出ますか？ブレイズスプラッシュ。うまいじゃないか。くそー。で、横移動で取るだろう？それはもう分かっていたんだよ。それをさらに取るから、こっちは。おい、こっちで取ってやるよ。この野郎。30出るだろう、これ。ほら、40か。いけダメだった。くそ、10ぐらいなんとかならんか、10ぐらい。あそこ行くとお金払う羽目になるんだよな。だけど、あー、SW と通りたい。いっか、こっちで。金を多少払う羽目になるが、もう一回倒していこう、あれを。よし。10しかないから倒せるはず。チャリオットが出れば倒せるはず。さっき使ったから、あげろ。いいぞ。で、僕のプレイングのせいで負けるってことがあるか。お、芸人捨てずに取っといてくれるのは嬉しい。スキップ使わない。あー、これ交換されちゃうか。違う。そこをあげる。意外と粘ってきたぞ、オランジ。よし、チャリオット来た。これを待っていた。10なら倒せる。もうちょいだ。よし。自分的にあげたいところは、バルダンだけど、こいつも結構減ってたんじゃない？そうでもないか、増えてるな。ガーゴでいいでしょう。ガーゴ落ちない。はい。ガーゴ最強、あげてやるわ。お、倒してみていいぞ、モスタイタン。そうはいかないか。いいね。でも、オランチにも意外と狭いと、12000遠いな。遠いな。3とか出されるとすげえやだ。あー、うまい。これはうまい。これはうまい。プロフェシー。アイテム引きたいな、もうこうなると。5。ブリッツレイブン倒してもまあしょうがないと。通りたいのは W だから。
W 行くには、1ピースかかる。ああ、どっちも怖いな、これ。脱製じゃねえ。全然ダサくないぞ。シャッター。オランジのシャッター。ああ、エスケープをシャッター。うまいね。逃げ道をなくす。もう一回プロフェシーでアイテム引こうか。そろそろユマが踏むと考えてドリームテレイン使うのもいいか。いや、プロフェシーでアイテム引いて落としに行こう。うわぁ、ゴールした。結構お金入るよ、これ。さあ、どこ上げるかな、勝負は。圧勝上がったところで、うわぁ、そこさっきブレイズスプラッシュレベル2だった土地。やっぱり逆転か、これ。ドリームテレインは、これ、な。30しかない。倒せるでしょう。ドリーム、いや、プロフェシーが先か？よし。でかいです。これは倒せないか？これは。70。ちょっと無理だな。よし。こいつを倒しに行くか。いや、水倒してもしょうがないですよね。特にやることなしこ。どれも手に一個や。よし、次倒すぞ。次、モスタイタンを倒すと。交換されたらちょっと問題だけど。さあ、どうする？どこでもレベル上げろ。意外とオランジに追いつかれてるから、これ負けたらすげえ悲しいぞ。ユマの一回の踏みで負ける可能性があるからな。シャッター。大丈夫かな？おー、こいつ、やばい。レベル上げするとやばいぞ。それは倒せない。まずいな。せめてモスタイタンを倒さないと。ドリームテレイン撃っとこう。あ、そこ、左上は歩けない。僕の収入が意外と少ないんだよな。これは使わざるを得ない。ハンマー使うよ。あ、使わなくても倒せるだろうが？おいおいおい。強すぎ、エアロダッチス。さっき出ろよ、みたいな感じだよね。よしよしよし、しまいった。オッケー。あー、こっちは冷えの連鎖があるから、上がり幅はでかい。よし、今ガンガン上げろ。上げて勝て。よし。できれば、レベル高い土地を落として勝ちたいところ。モスタイタンも落としに行くか。あ、ブーメランなんかでやった。これシャッターだな。おっと、やめてください。変なの来るぞ、これ。やはり。何が消えたんだ、これ。あー、そうか、ドリームテレインが消えた。しまった。これで踏んだら、ドリームテレイン消えて踏んだらまずいな。とりあえずシャッター。踏むことはないと思うが、よし。できればでっかいところを倒して勝ちたかったが、どこだっていうと別に、60残せばいい。60残した。よし。あとはユマ次第。ユマがバンバン頑張ってくれれば。さあ、どっか上げれば終わるでしょう。いいね、いいね、いいね。逆に叩かれる可能性もあるけどな。よしよしよし。奴の連鎖を減らし、こっちの収入にはなってないね。あと 300G で勝ち。350G で勝ち。さあ、これで、オランジが踏んで気持ちよく勝ちたい。6で踏め。6!シャッターする必要は、特にないな。6で逃げるだけだな、やつは。トランスっつうのもいいが、良くないか。どっかなんかいじめるところはないか？
僕いないか。さあ、あとちょっと、ユマがゴールすれば終わり。ダブル行け！よし、終わりでしょう。はい、圧勝でしたと。まあ、1対2は余裕だな。反則だな。2対1なんて汚いだろうが、そうだよな。もう一回、今度は正々堂々1対1で。うわー。はい。悪空間に消されてしまう。見苦しい言い訳は不要だ、消えろ。その小娘、お前もすでに役目を終えて消えるがいい。お前は誰だよ、みたいな。あんたの力になれてよかった。この先も気をつけてね、と。まあ、ここは余裕だな。勝っても同盟相手が消えてしまうなんて。さあ、結果を見ると、割と勝率は高いんじゃないか ?6004 勝、今も5005勝。まあ、だったら勝ちでしょう、みたいな感じだね。まあ、ひたすら相手も削りまくったからね。さあ、次第3の資格は誰でしょうか？では、また。